ク、どうしたの？何か用？ああ、仕事でちょっと遠出するんだ。それでいくつか用意してほしいものがあってさ。あ、だったら必要そうなものを適当に揃えるよ。すぐ終わるからそこで待ってて。話が早くて助かるぜ。自分で買い物に行くよりここに来た方がよっぽど早いからな。こういうことしてると昔の冒険してた頃のこと思い出すな。トトリ先生とジーノさんって確か幼なじみだったんですよね。うん、アランヤ村っていう海辺の村でね、同じくらいの年の子は私とジーノくんしかいなかったんだよ。おかげで遊び相手には苦労したよな。冒険者ごっこをする相手もいないし、トトリはお人形さん遊びばっかりやりたがるからな。冒険者ごっこはさすがに。ジーノくん、すぐに私を魔物扱いしてつまらないのに。仕方ないだろ、二人しかいないんだから。俺が冒険者役をやるとお前は魔物役をするしかないじゃん。トトリ先生が魔物役、なんだかとっても弱そうな。あの頃からジーノくん無茶ばっかりしてたよね。どころかまずプニプニに喧嘩を売ったり。強くなるには限界を超えなきゃだろ。おかげで本当に冒険者になれたんだし、なんだかんだでその頃からの付き合いだよな。そうだね。あとは必殺技を考えてくれとか無茶な要求ばっかり。え、必殺技って自分で考えるものですよね。自分で考えてると煮詰まっちゃってさ、俺頭使うの苦手だし。トトリだってアトリエでしょっちゅう爆発騒ぎを起こしてただろ。そりゃ始めたばっかりの頃だもの。失敗なんてよくしたし、爆発もたまに。お姉ちゃんによく叱られたっけ。へー、トトリ先生にもそんな時があったんですね。想像できないな。うん、それはまあそういうこともあったかな。ジーノくん、ほら必要なもの揃えたよ。そういえばそれが目的だったな。悪い悪い、助かるよ。それじゃ、アランヤ村か。トトリ先生の思い出が詰まった場所、いつか行ってみたいな。